テオドール・ボルフガング編集は、ドイツの物理学者、マックス・プランク研究所の量子工学部門所長、ミュンヘン大学教授。高周波数、コム技術などのレーザーを用いた、精密な分光法の発展への貢献により、2005年のノーベル物理学賞を、ジョン・ホールと共に受賞した。編集は、ハイデルベルク大学で博士号を取得し、1975年からカリフォルニア州のスタンフォード大学教授を務めた。その後1986年にマックス・プランク量子工学研究所所長となるためドイツへ戻った。1970年に光子の持つエネルギーの誤差が100万分の1という極めて高精度の光パルスを発するレーザー装置を発明した。この装置を用いて彼は水素原子の持つバルマー系列の遷移振動数を以前よりはるかに精度よく測定することに成功した。さらに1990年代末に編集は共同研究者と共に高周波数コムジェネレータと呼ばれる装置を使用してレーザーの周波数をさらに高精度で測定する手法を開発した。この誤差100兆分の1という驚異的な精度を誇る測定法によって水素原子のライマイ系列の遷移振動数が測定されるようになった。この精度では宇宙における基礎物理定数の強次変化を調べることが可能とされる。これらの業績により2005年のノーベル物理学賞を受賞することとなった。また、教え子の一人、カール・ワイマンは2001年のノーベル物理学賞を受賞している。ありがとうございます。